清水橋鍼灸整骨院院長の金岩です。捻挫は温めるべきか冷やすべきか、それについてお答えさせていただきます。当院では温める方を推奨しております。もちろん炎症がひどく痛みが強くどうしようもないっていう時はアイシングしたくなるのもわかります。ただアイシングをすると痛みを麻痺させるので、痛みの感覚が下がるので楽になったようになります。ただそれは治癒能力とはまたちょっと違うんですね。なので私は治癒能力を高めることを目的に温めることをしております。またあなたがもし温めるっていうのいうようなことがあれば、そこに対して痛みが出ますよと、ただ治りが早くなるので温めさせていただきますという説明を加えさせていただいております。なので捻挫をしてすぐどうしたらいいかというところですが、温めてあげてしっかりと安静を保った方が治癒能力は高まると思います。また当院では水素温熱治療というのをやっております。水素が入った温かいお湯に足を入れてつけておくことで出た時に痛みが緩和されていることもあります。なので急性期であろうが慢性期であろうが、足首の損傷捻挫に対しては温めるべきだと考えております。患者様のいろいろな症例を見て温めた方が治りがいいというのを実感しております。よろしくお願いします。心寄り添う清水橋鍼灸整骨院です。私は患部だけの修繕修復だけではなく、心寄り添うホスピタリティあふれたような治療院を作りたく独立開業いたしました。今ではその思いに共感してくれるスタッフとともに患者様をお迎えすることができています。何かご相談等がございましたらお気軽にご連絡ください。